我々は魂の抜けた肉体に疑似霊素をインストールすることによって死者を蘇らせる。おかえり、フライデー。アレクセイ・フィョードロビッチ・カラマーゾフ。ロマノフ王朝のフランケンシュタイン博士とかいう魂を得、言葉を話したという唯一の死者ザ・ワンを生み出した技術がそこに。ビクターの手記。あなたが手記を求める理由は何なのですか？目を背けることは許されませんよ。私は魂が欲しい。涙を流すための、悲しみや苦しみを感じるための。君もビクターと同じ道を歩むのかね。言葉があるなら心があり、そこには魂がある。21グラムの魂を証明してみせろ。ただ君にもう一度会いたかった。聞かせて欲しかった君の言葉の続きを。